シャオス。どうもポルタです。今回はポルターのマインクラフト絶叫パートネゾネということで、あれれれれ、なぜかまだ始まってないですね。最初の画面ですね。これ自分の、マップを選ぶところでございます。まあ、ちなみにこれは弟のデータでございますけれども、本日は何をやっていくかと言いますと、初めてのコマンドを使っていきたいと思います。イエーイ。まあ、なぜこのコマンドを使いたいかと言いますと、私のねワールド一回行きましょうか。じゃあこっち、はい、これ私の普段ね実況させてもらってる私のワールドでございますよ。私ね、困ったことが一つありましてね、それがネザーです。ネザーがですね、私運が悪いことに、まあ運が悪い、まあ運がいいのかもしれない、逆に言えば、まあ、そこにもありますよ。まあ、家の近くだとここが一番近いかな、ありますよ。運が悪いことに、まあちょっと行きますけどね、まあすぐ帰りますけどね、ちょっと行くだけ。ネザーへレッツゴー。はい、おお、まさかの、まさか、まさかの、まさか、いや、はい、オッケー、あぶねえ、これ、あ、こっちに戻ってきた、こっちに戻ってきた、もう一個こっちにも作ってます。なんさ、あんな感じで、初期スポーン地点が俺、ゲームガンデルタだったんですよ。ゲームガンデルタなんで、ネザーに初めて、ここが初めて作ったんですけど、あの、ネザーゲートですね。家の近く、ここがね初めて作ったんでございますけど、残念ながらゲームガン出るということで、なかなかネザー要塞の方が見つからない。これはどうしたもんかなということで、まあ裏倉でその自力で探してはいたんですけど、結構冒険してるんですよ実は。この線路を引いてるんですけど、私もう一個この線路をつないだ向こう側にもう一個砂村がありまして、そっちのネザーゲート1個作りました。離れたところに作って、そこのネザーゲートから結構冒険はしたんですが、残念ながらネザー要塞が見つからないということで、いろいろ調べてたらコマンドというものがある、存在は知ってましたけど、まあチートと言われるやつですね。ちゃんとあの運営側が用意してるチートでございますよ。これランに公開でこのチート、今ね俺全然使ったことないですけど、チートの許可をオフって書いてありますけれども、これをオンにすると自分が、行きたい、まあメサだったりとかいろいろありますよ。まだ俺メサとか行ったことない、氷のバイオームとか、その自分が行ったことない見つけたいバイオーム、まあ自分だったら今ネザー要塞ね、ブレイズが欲しいので、俺ブレイズロットとかブレイズバーだでね、いろいろ使えますから、貯蔵剤作ったりとかね、エンダーパール作ったりとかに使えますから、エンダーアイカーだから作ったりとかに使えるけど、まあなかなか見つからないということで、コマンドを使用して、座標を調べることができるみたいなので、それでちょっとね私ネザー要塞のを見つけようと思っておりますということで、一旦このワールドは閉じます。ここではできない。まずやり方としては、まあ知ってる方も多いと思うんですけどね、まあ初心者の方ですね、自分がメインでやってるワールドの方を選択していただいて、この再生成、これをすると同じシード地の、何もまっさらな状態、今さっきのね俺のワールドとは一緒なんだけど、その建物とか全部初期の状態になった状態で生成されるんですよ。まあこれ名前適当でいいんですけど、俺ねボルタでやってるから、まずサブでボルタ2で、これはクリエイティブのがいいかな、探すのに飛べた方が楽なの、敵はいない方がいいのでピースフルで、このチートの許可をオンにしていただけてると、完璧なので、あとはこれでワールドを作成していただきます。そうすると私が、最初に作ったあのボルタの方で作った、初期スポーンのところに
は生成するようになってるので、はい、はい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 、ほらここです、ここ、俺ここでしたもんね。知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、ここが俺の初期スポーンでしたもん。でここですよ、さっき出てきた、さっき一回自分のワールドでネザー行ったんですか、出てきたところがここですよ。これね、何もいじられてない時この状態だったんで、でほらここに砂村があるじゃないですか、明らかに同じじゃないですか。こっからこう来て、でこの辺にネザーゲートがありましたよ。で、こっちこの辺が村人さんの増殖器を作ってて、この隣、ほらこの辺が私の家ですよ。ここで、やることがあります。でここにもネザーのゲートが作りかけのやつがあるので、これを利用してまずネザーに行きます。ネザー行きます。ということで用意するものがございますので、準備していきましょう。あーちゃう、はい、インベントリ開いていただいた。まずは黒曜石が必要ですので、違った、黒曜石、これ、まあ、適当に取っていただいて、皆さんまずネザーゲットを作る必要がございますので、ドゥエンドゥエン、あった。で、ピッケルとユチシ、これだ、はい、この3点セットがあれば大丈夫ございます。でまずは黒曜石を置いていきましょうか、クリエイティブだからウケる。黒曜石を置いていただいて、こいつがね、普通の黒曜石じゃなくてダメだから、こ下のやつか、下のやつがこいつもダメなんで、こう埋めればここ別なくてもいいので、ひじちを打っていただきます。はい、これはまあ普通に簡単に作れますよね。でまずネザーに行きましょう。はい、そしたらほら入ったところからもうすぐゲームが出るんですか。で俺の本当のワールドもゲームが出るかだったと思うんですけれども、ここで、コマンド、ここからがコマンドが必要になっておきます。チャットは T のボタンで開けますので、 T のボタンを押していただいて、ここでスラッシュのこの6キャットって言うのか分からんけどこいつを選択していただきます。でスペースで、自分が探したいのがネザー要塞なので、こちらこの 4-3-SSSU かな、 4-3-SSSU かな分かんないですけど、こいつを選択していただけますと、これで見れちゃいます。でエンター押した時にこれして座標が出ます。座標が出ましたので、これを、なんか斜面でもまあ持ったと思いますけど、しておくと、同じシード値だから、本当の自分のね、ワードでやったとしても、分かるっちゅう感じになってます。このね、座標、あーちょ、2枚ついちゃったけど、-592-256 に行くと値段要請がありますよということで、今がマイナス27、68の5ということで、X 座標がマイナス592の Z が256まで移動するとあるみたいなので、一回こっちで試してみましょうか。こっちだと受けるじゃないですか。だからどっちだ、こっち、あ、こっちの方面ですね、こっち方面ですね、確実に。あー、でもこっちがあったね。 X 座標がもうマイナスになっていかないとダメなので、こっちの方か、こっちの方っすね。あそこ、あ、ここが、入り口なので、入り口から
こっちの方にガーッと行けば、うん、たどり着きますね。ではまず横を合わせていきましょうか。横はこっちか。マイナスがフィーティカルでこっちですね。これがまた時間の深さ結構まあまあ離れてる。ちょっとドラルを解けたので、まず分かりましたか。こっち側に行って、マイナス250億。結構いかないとね、マイナス250億。もうしんどいし。大きいのかと。急に変わったらソウルサンデー。え、砂の近く行くじゃん。はい。まあ結構こっち側に行ったらもうこんなくなって、まあ、結構時間がありますね。なるほど。壁が邪魔なんで。うわ、この辺までこうなってる。これやり方が止めないからなんかしんどいです。まだ、あ、でかいですね。マイナス250億。掘り進めていかないといけないから。これ掘り進めるのも見越しです。まあ、この、ペダル。見た状態で。もう少しで、あと100台くらい、マイナス100台くらい、そこ出して、僕たちの場合は、動線があるようになっております。で、そこにあったら、そこまでまた近くに、あれが広いですよ。で、それで、そこに繋がる、あれが広いですよ。あれが、多くが広いので、550、まだかね、600近くに、まだかります。いやー、しんどいね、相当かかります。そう、ウードペン、ワットペン、ワットペン、ワットペン。ワットペンですね。ワットペン、ワットペン、これだろ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 、あ、じゃあ、出てこないか、出てこないですね。からの、Z 代表が、46、70、50。からの、あ、土なんか、どこかに食べてたら、おぉ、50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 、
中から行っちゃってるんやから分かんないな。周りがバッと開けたらいいんだけど、開けてないから探せたいな。いや、俺は250こっち側から行き詰まってて、あ、こっちがいいです。あそこの空間みたいなところから抜けていくと、あるかな。うわ、これはアパッチの子供の赤い子の動画があるんです。左に行く、長い子、こし通り過ぎてるな。590か、こっちの方だ。いやー、これサバイバルサスペンスだと相当近くれちゃうんだ。この辺だな。あっ、あったー、ありました、要塞。これです、これ要塞っす。あー、やっと見つけた。皆様、ちょっと時間かかりましたけど、サバイバルだとさ、そりゃ遅いやん。これクリエイティブだからね、飛んでいけるから、ここね、簡単に見つけれましたけど、簡単で、まあそれでも結構時間かかったけど、ありましたね。これ多分ね、サバイバルでやろうと思ったら相当きついっす。見つけます。うっ、あれね、あったけど、ブレイズいるかな。スポナー、あ、スポナーあるじゃん、スポナーあるじゃん、やった。しかもめっちゃ近いし、多分、うわー、いいね。これブレイズスポナーがね、いいんすよ。なんかトラップもできるでしょ、ブレイズ。嬉しいね。宝のなんかいっぱいある部屋とか、ね、ちょこっと、クリエイティブで見とくかな。え？え？2つある、やっぴー、嬉しい。2つもある、やっぴー。うわー、ただ相当多分移動しないとダメっすね。結構掘りまくってなんとか抜けてきたみたいな感じだから、結構しんどいな、ここまで来るの。サバイバルに行こうと思ったらなかなか半端です。あら、お宝部屋的なところはね、なんかいつもあるじゃないですか、こっちの方にあるっすよ。おー、いいこと言って、やってこん、やっぴー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 。はっ、ん、あー、ここから行けるか。はっ、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 これなんかいいね、初めて来ましたね。まあ、あくまでクリエイティブでサバイバルに来ないと意味がないんですが、宝部屋ないかな、お宝部屋。
まあ、ナズさんもあんな感じで自分が行きたい。まあでも、ネザーを探す場合はネザーに行ってから、じゃあ、ネザーですね、ネザーに行く前から調べて出てくるわけじゃない。ネザーに行ってる、先ね、行ってるのが条件なんで、敵さんとかもね、いるから、注意しながらじゃないと危ないですね。ゲームガンだとあのマグマキューブが結構多いっすから。ガストもたまにいるけど、まあガストよりもマグマキューブの方が圧倒的に多いっす。厄介な。案外あれやね、飛べるから行くよって話よ。空箱とかはそんなのないのか。まあ、なぜここまで来れば、まあでも宝箱が目的よりもブレイズプラウダル欲しいので、ブレイズが目的だったんで、で見た感じ2つもあるから結構いいっす。おー、最高。こっちはどうだ。あ、ここなんかなんだこのバグ、なんだこのバグの感じ。断崖絶壁、一番近くてここっすかね。俺は多分、ね、初期スポーンが悪すぎたから、ネザーのネザーの初期スポーンが悪すぎるがゆえに、めちゃくちゃ遠くまで来ないとないっちゅう感じです。ゲンブガン出るというかさ、なかなか厳しい。ガンプちょこっとやる。いいね。このネザーラックがいっぱいあるところが初期スポーンだった。だから多分絶対有利や。俺初期スポーンがゲームガン出るタイプからね、古代の瓦礫も探しづらい。本当にもうこういうとこが初期スポーンが出たわ。ただ今のその現世のワールド、普通のワールドのところがネザじゃない、普通の現世のワールドの方が全然俺気に入ってるとこやから、多分結構もう発展しきってるからね。また最初からのもうね、ずっとどう考えても効率悪いし。なのでここまで気合い入れてサバイブルで行ってみます。でたどり着いたらまたそのサバイバルで攻略するところは動画にしようかな。ということで、戻りました。いやー、高いですね。えぐいですね。この下にドドーンと乗りますよ。やばい、えぐい。早くここに来れるように、ちょっと、なんとかやられずに、ここまで来れたらなと、思っております。はい、ということで、本日は初めてのコマンドを使って、自分が行きたい場所を探すというなんかチート裏技、まあちゃんとね、バンクラようなあれじゃない、ちゃんと公式が出してる要素なんで、楽しくね遊べる要素の一つなんで、まあ使いすぎるとね面白みはちょっと減っちゃうかもしれないけど、どうしてもこれはもう見つけきれないので、遠すぎるじゃないですか、どう考えても厳しそうだったんで、ちょっと今回は初めて使わさせていただきました。これは、サバイバルの方で、ここまで来れるように頑張っていこうと思っております。もう場所は分かってるので、ね、座標が分かってるから頑張って死なないように行けるように頑張ろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またまーバイツァー、飛んでいくよ飛んでいくよ。